4月25日松山市三番町の松山中央郵便局で一日郵便局長就任式が行われました。この日一日郵便局長を務めたのは新居浜市出身で宝塚歌劇団空組の娘役としても長年活躍した加納舞さんです。どうぞよろしくお願いいたします。宝塚歌劇団というところに20年約、いたんです。18年間で宝塚音楽学校から入れると20年間ぐらいいたんですけれども、それで宝塚を見に来てくださったお客様方たちに公演中は見にいらしてくださりありがとうございましたというお礼状というものをお出しさせてもらったり、あと年賀状だったり初中お見舞いだったりとか、よくおはがきをいろんな方に送らせていただく機会がありまして、その際にはよく郵便局に来てこう可愛い切ってないかなとか、お客様に喜んでいただけるようにこう何か可愛い切ってないかなと思ってこう探しに来たりだとか、あとおはがきを買いに来たりだとか、本当郵便局さんにはすごくお世話になっていまして、やっぱりこう今ねメールとか LINE とかSNS ともそうですけど、なんかこう電子のものがすごい増えてきちゃったじゃないですか。でもやっぱりお手紙とかこうはがきとかでこう直筆で字を書いて何か思いを届けるってすごい大切なことだなと思ってて、私もファンの皆様からこうお手紙とかいただくとすごく嬉しくて、こうなんか字からその方のこう表情が見えるというか、実際に直筆で書いてのメッセージって本当に素敵なものだなっていつも自分自身こういただいて思うので、私も何かある時にはこう誕生日で誰かお友達に何かお渡しする時とかもできるだけこうなんかお手紙を添えてお渡しするように心がけたりしてます。カノンさんの一日局長姿を一目見ようと会場には多くのファンが訪れていました。愛媛に戻ってこられると聞いて今日来させていただいたので、愛媛ご出身の活躍されている方のお話が聞けて、明日今日からまた頑張ろうと思えるような元気をいただきました。こんだけのたくさんの方が私も集まっていただけると思ってなかったので、郵便局にこうして足をこう運んでくださった方たちがこんだけいるということは、そうやってねお手紙を日頃からこう出されたりとかいろんなことで使われている方も多いと思うので、なんかすごい温かい、やっぱ日本っていい国だなって思って、また何かお力になれることがあれば何でもさせてもらいたいなって改めて思いました。